MUGEN はエレクバイトによって開発されたフリーのパーソナルコンピュータ用 2D 格闘ゲームエンジン。DOS 版、Linux 版、Windows 版1.01.1の5つがある。このゲームエンジンは非常に自由度が高く商業 2D 格闘ゲームなどに見られる機能であればほぼ全て実装できる。様々なキャラクターやステージを追加でき、アドオンで 体力ゲージやキャラクター選択、タイトル画面などを変更できる。発表されているキャラクターの種類は自由であるため、ユーザーはゲーム、作品等といった既存の枠組みを超えた対戦が可能である。MUGEN オリジナルのキャラクターも多数存在しており、オリジナルキャラクターの中には既存ゲームに匹敵するような完成度のキャラクターもいる。 インターネット上で公開されているキャラクターやステージ、BGM などのデータには、既存のゲームアニメ作品などのグラフィックデータ、音声データから抽出して制作されたものが多数存在しており、多くのサイトではそれについて言及せず、多数のユーザーがそれを意識せずにプレイしている。MUGEN 本体には、カンフーマンというカンフーを使うオリジナルキャラクターが付属しており、 このキャラクターをベースに改変されたキャラクターも多数存在する。2007年、異なるハック版で、ステージとキャラクター選択画面の高解像度表示がサポートされた。2007年半ば、エレクバイト公式サイトは復活した。はじめは、Google AdSense のみが表示されており、正当性を疑う声もあったが、7月26日に FAQ が追加された。 この FAQ では、MUGEN の次期メジャーリリースの前に、Windows 版の修正版を公開するつもりだと、書かれていた。2009年9月21日に公式サイトにて、新バージョン、MUGEN1.0 が公開された。実に7年ぶりの更新となる。そして2011年1月18日、ついに、MUGEN1.0 が完成した。 エレクバイトから正式に Windows 版 MUGEN 1.0がリリースされる以前にインターネット上の MUGEN を扱うサイトなどで広く公開されていた旧版の Windows 版 MUGEN はかつてエレクバイトから公開されていた w i n e m u g e n ニ万414を改造し登録可能キャラクター数の無制限化や初期状態からすべてのゲームモードを 選択可能にするなどの変更を施したものであり、口述するように非公式のものであった。これについては、当時のエレクバイトの MUGEN 利用規約に違反する点があるが口述のライセンス関係などから黙認されているようである。公式の MUGEN が長らく更新されなくなっていたため、クローンエンジンを作成するプロジェクトがいくつか存在する。ウィン版無限も 非公式なためクローンプロジェクトだと主張する者も,もいる。これらのクローンエンジンはオンライン対戦機能やクロスプラットフォーム性の高さを期待されている。無限のキャラクターは公式に配布された無限専用のキャラクターエディタや Windows 付属のメモ帳等のエディタ、画像編集ソフト、音声編集ソフトなどを使って作成する。しかし、公式のエディタは 本体同様更新がされていなかったため、途中で終了してしまうといったワグが残っている。そのため、ユーザーが作成した非公式のキャラクターエディタがいくつか存在する。上記のような理由からキャラクター制作の際は、複数のツールを用いるのが一般的とされる。また、口述の CNS ファイルなどを編集する際も、Windows 標準のノートパッド、エ x ゼでは非常に見やすさを書くため、 フリーのスクリプティングウェディカにラッパーモジュールを適用し、制作する場合がある。MUGEN のキャラクターやステージのデータは、主に以下のようなファイル群で構成されている。ただし、SFFSND を除いて、拡張子の制限はなく、テキストファイルで開けるファイルなら良い。CMD に CNS ファイル、CNS にショートトーンファイルを使用するものが代表的。なお、 現状の MUGEN では SFF や SND にゲームアニメ作品など一般的に著作権保護の対象である他社の著作物を無断で流用や改変または描き起こしなどを行ったキャラクターが多く存在しており問題視されている。中には画像や音声を制作者自身やその知人ネット声優などによって独自に制作された 著作権的に問題のないキャラクターも存在するが、現状の多くは、権利物の流用、改変であることが多い。グラフィック自体は作成者オリジナルの描き下ろしだが、エフェクトや、ボイスなどは、既存作品からの流用というケースも見られる。CNS や CMD、Air などは、作成者に著作権のある、プログラムソースに類するものであるが、これらの独自プログラムに、 既存作品から流用したグラフィックや音声を組み合わせ既存作品のキャラクターの動作を真似た再現や既存作品では使用できない技を付け加えたアレンジとして作られているケースが多く見られる。もちろん MUGEN 本体には MUGEN に対応して制作されたキャラクターデータを動作させる機能しかないため原作のプログラムデータをそのまま流用することは当然ながら 不可能であり、MUGEN 上におけるこれらの再現キャラクターの実態は、単にグラフィックを流用して、原作風の動作や性能に似せただけのエディットキャラクターである。そのため、CNS などのプログラム本体の記述は、独自に作られたものであり、記述形式は作成者によりバラバラである。なお、一部では著作物の使用を避けるため、 既存の技などの動作や性能のみをモチーフとしてエレクバイトから改変が自由に許可されているカンフーマンのグラフィックや音声または独自のグラフィックを使用した別キャラクターとして作られているものもあるこのような状況を踏まえ現在エンジンその他の創作物の利用は個人のモラルに委ねられているありがとうございます